じゃあ、いただきます! いただきます! ごちそうさまでした! ごちそうさまでした! あれ? 他の二人のには水をあげた跡が全然ないな。あれ?ねえ、あんたお姉ちゃんが船で一緒だった子?そうだけど。なんだ、こうやって見ると意外に冴えない子なんだ。そんな。
ところでさ、あんたが大切な夏休みの時間を無駄なく過ごせるように、光が発明した占いで占ってあげようか。え？どういうこと？昼や夕方だったら今日何をすればいいか、夜だったら明日何をすればいいか占ってあげるのよ。でも占いなんて。あれ？あんたまさか私の言うことが信じられないっていうの？いや、そういうわけじゃなくて。ねえ、じゃあどうすればいいの？じゃあね、まず光が1から6までの数字をなんとなく選ぶの。今日は5ね。1、2、3、4、5。あ、それ知ってる。で、次はその見えてるところから僕が数字を選ぶんでしょ？なんだ、知ってるんじゃない。ねえ、この赤い丸がついてるのは何？それは光の今日のおすすめなの。なるほど、そういうことか。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。こんにちは。あれ？こんなところで何をしているの？可能な限り猫の視点の高さに近づいて本を読んでたんだ。猫の本なの？ネズミの本。さてと、そろそろ日の向きが変わってきたから部屋に入ろうかな。僕くんも一緒においでよ。ここってなかなか素敵な場所だね。うん、天井高いし結構いい線いってると思うんだ。でも大掃除の時ガラスを拭くのが大変なんだけどね。Oh!
ねえ、ボク君は夏バテしたことあるかな？例えば口当たりがいいからってそうめんや冷麦みたいな炭水化物ばかり食べてちゃいけませんよ。そうなんだ。炭水化物をエネルギーとして燃やすのに必要なビタミン B 群は汗をかいたら体外に出てしまうの。それでエネルギーが足りなくなって夏バテすることもあるのよ。へえ、そのビタミンなんとかは何に入ってるの？ビタミン B 群は豚肉とかうなぎ、ごまなんかに多く含まれてる栄養素なの。だから夏にはうなぎっていうのはちゃんと根拠があるのよ。ねえおじいちゃん、おじいちゃんは何のお医者さんなの？何のって、昔は内科の専門医じゃったが、まあ、今は何でもやじゃな。内科って何？切らないで治すのが内科、切って治すのが外科じゃ。え？切らないで治すなんて、それって超能力みたいだね。ほう、超能力か。はてさて、わしもそのような気がしてきたわい。先生ってなんだか子供みたいですね。年を取るとどうも肩が凝っていかんな。ねえおじいちゃん、肩叩きしてあげようか？ほう、それはいいの。じゃあお願いするとしよう。
客さん、今年は帰省されるんですか？はい、12日から。実家はどちらの方ですか？盛岡です。そうですか、それは涼しくていいな。ねえお兄ちゃん、お兄ちゃんこのお姉さんが好きなの？え、おいお前、なんてこと言うんだ。こら、船長さんを困らせちゃダメでしょ。ほら、ボクちゃん、そこの釣り竿貸してやっから持ってきな。これ使っていいの？当たり前よ。ありがとう、おじちゃん。釣りはな、海っぺりに行って三角ボタンだ。丸ボタンだと海に飛び込んじまうから気をつけな。昨日山に落ちたヨウニちゃんのロケット、なんだか見つからないみたいだね。あら、かわいそう。部品を再利用するって言ってたのにね。先月海に落ちた時もみんなで探したんだけどさ、あっちは深いところに流されちゃったみたい。そうなんだ。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ここの海ってあまりクラゲがいないね。うん、ここは潮の関係であまり出ないんだ。僕、触るのは怖いからできないけど、クラゲ見るのは好きなんだ。え、なんで？水の中にプカプカ浮いて気持ちよさそうだし、見た目も可愛いじゃない。食べるのが好きっていうのはわかるけど。クラゲが好きってそんなに変かな。Thank you.
この曲って何？え？今かかってるやつのこと？これはね、うちのお父さんが音楽好きでいろんなレコードを集めてたんだけど、中でもこれは私のお気に入りってやつかな。そうなんだ。ねえ、お父さんって何をやってる人なの？絵描きだったの。ほら、そこに飾ってある大きな絵もうちのお父さんが描いたんだよ。その絵、私のお父さんが描いたんだ。多分この近くの海の中なんだろうけど、一体どの辺りなんだろうな。その絵、お父さんって結構趣味が良かったから、私お父さんが残してくれたものって大体好きなんだよね。お父さん、おやおや、これはこれは、ずいぶんとかわいいお客さんが来たようじゃ。あ、勝手に入っちゃってごめんなさい。ここは田舎なもんで、玄関を閉めておく習慣などないのじゃよ。この家も、そしてわしの診療所もじゃ。好きな時に勝手に入って休んでいきなさい。うん、ありがとうおじいちゃん。ねえ、おじいちゃんっていくつなの？え？わしか。わしはおかげさまで今年数えで73になるはずじゃ。ねえ、数えって何？数え年といって、昔の年の数え方じゃ。昔は生まれた日にすでに1歳として数えたのじゃよ。そしてみんな正月で年齢が増えたから、大晦日に生まれると次の日にはもう2歳になるのじゃ。昔は、ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は2ね。1、2。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。おみくじ地蔵は占いができるお地蔵様なの。民宿の近くにあるんだけど、知ってる？どう？さ、さあ、ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしましょ。うん、おばちゃん、おやすみなさい。
じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おばちゃん、アイス。おや、おはよう、ひかりちゃん。うちにもよ、男のガキばっかじゃなくて女の子がいたらいいと思わねえか。え、なんでひかりを見てそういうこと言うわけ。だってこいつ猫飼ってんだよ。それを言うなら猫しか知ってるだろ。それを言うなら猫をかぶるでしょ。あれ、おばちゃん、ひかりちゃんに失礼なこと言っちゃった。おはようございます。あれ、どうしたの。うちの妹、ひかりって言うんだ。よろしくね。うん、知ってるよ。もう何度かお話ししたもん。なんだ、そうなの。私、男の子って大っ嫌いなんだ。え、なんで。だって、ここんちの男の子、いっつもひかりに意地悪ばっかしてくんだよ。しげるくんなんか、私の上履き隠したりするんだもん。そうなんだ。あれ、でも、しげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃないと思うけど、なんでひかりにそんなことするんだろう。わかんないよ。とにかくひかり、もううちの方に帰るね。あら、あら、すぐにへそ曲げちゃうんだから。さてと、ねえ、またお姉ちゃんと踏み探検でもしようか。うん、行く行く。じゃあ、とりあえずこっちにまっすぐ行くと、北門とお地蔵様があるから、その前で待ってるね。そうそう、あんまり寄り道すると時間が足りなくなっちゃうからね。このお地蔵様、光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。おみくじ地蔵？なんでおみくじなのかな。さ、なぜでしょう。本人に聞いてみたらいいかもね。はあ、やっぱり森の近くに来ると空気がしっとりしてて美味しいな。そうかな。キノコみたいなカビ臭い匂いもするけど。ね、お墓の3秒ルールって知ってる？え、どういうこと？この石段の上にお墓があるの。だからこの広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。へえ、そうなんだ。うん。じゃあ息を吸って、行くぞ。はあ、お姉ちゃん、はあ、本気で走ったの久しぶりだったよ。なんだ、今のはかけっこだったんだ。じゃあ僕だって負けないよ。あ、こらこら、そっちはダメだって。ねえ、止まって止まって、そっちは嫌だってば。
誰もいないのかな。どうしたの？実はね、ここ私の幼馴染の家なの。そうなんだ。今はもう全く付き合いがないんだけど、私が小学校に上がるまではほとんど毎日一緒に遊んでたんだ。あれ？ここのうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの？うん、学年が一つ違ったの。そのことに入学直前まで誰も気がつかなかったから、分かった時はお互いびっくりしたんだよね。悲しいことに、こっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ。あっちは二人とも次の年だと思ってたんだ。ちびすけ、みけねこ、泣いた、笑った、ララララララ、ララララララ、いつもひとり、ひだまり、みけねこ、友達できた、ララララララ、ララララララ、楽しいな。じゃーん！運命のいたずらというか、私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど、私の入学以来、その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。へえ、そうなんだ。ねえ、今の歌何？え？これはね、私、中学で演劇部だったの。今のは、舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。お姉ちゃん、こう見えても一応、部長さんだったんだから。へえ、すごいんだね、お姉ちゃん。ねえ、続きはあるの？今の歌に？あるようなないような。このあと夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ、結局猫はまた一人ぼっちになっちゃうんだ。というところまで作って作ってなんだかどーんと寂しすぎるから作るのやめちゃった。まあ言うなれば永遠のお蔵入りってわけ。そうなんだ。ちょっと悲しい歌なんだね。うん。さてと、そろそろ戻らないとヨウくん帰ってきちゃうかも。ヨウくん？そう、ここの家の私と一つ違いの中学生の名前なの。それが幼馴染のヨウくんってわけ。それにしても、あの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。じゃ、お姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様まで戻ってるからね。あれ、誰かいるよ。写真撮るよ。いつもよりいい顔してね。はい、チーズ。写真楽しみにしててね。ねえ、今の人誰？民宿のお客さんだよ。へえ、そうなの。それにしても僕くん、今日は楽しかったね。うん、僕も楽しかった。じゃあ、また時間ができたらお姉ちゃんの家にも遊びに来てね。分かったよ、お姉ちゃん。じゃあね。うん、さようなら、僕くん。あ、3秒ルール忘れてた。
Thank you.
Thank you.
夕日を撮ってるの？そうだよ。これが最後の仕事。なんで夕日を撮ってるの？それはね、朝日を撮るには少しだけ早起きしなくちゃいけないだろ。朝日、こんにちは。あれ、お兄ちゃん、ボクくん来たよ。よっ、何してるの？今日の獲物をチェックしてるのさ。獲物？コンクリの蓋を開けてザリガニを取るんだ。へへ、こうやるのさ。チェ、今日は来てないみたいだな。いつもここにザリガニがいるの？こんなとこでも結構いるんだ。他の場所でもとにかく蓋をめくってみることだね。ねえ、そこの家って？ああ、それは大人が廃屋って言ってるやつなんだ。そこの家、以前はおばあちゃんが住んでたんだけど、いつの間にかいなくなっちゃったんだよ。誰も住んでないのに毎日新しい猫の餌が置かれてるんだぜ。僕ちょっと怖いよ。
飯だぜ。ねえ、みんなのことを疑ってるわけじゃないんだけど。なんだよ、さっさと言えよ。ここの売り上げの計算が100円だけ合わないの。なんだ、俺じゃねえぞ。おい、誰が犯人だよ、白状しろよ。お、俺やってない。僕も違うよ。じゃあ誰なんだよ。まあまあ、せっかくのご飯がまずくなるから、あんまり深刻に考えないようにしましょう。たけしか。え、ここのは俺じゃないよ。ここの？そうそう、ごめん、口が滑った。お前、エンマ大王に舌抜かれて火炙りで、また先の刑だぞ。痛そう。本当に当てないってば。じゃあ、また先の刑だ。そんな。でもたけし、正直言って母ちゃん、今の発言でちょっと疑惑の眼差しかも。母ちゃんまで。あれ、ここの下で100円玉を拾ったぞ。そう私は思ったのだった。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日の晩ご飯はお野菜たっぷり栄養満点のあら汁に、サバの竜田揚げと絹さやの卵とじでした。ああ、今日もなんだか疲れちゃったな。ねえおばちゃん、肩たたきしてあげる。え、本当にいいの？じゃあちょっとだけお願いしようかな。ちょっと早すぎるかな。ボク君にちょっと。ボクちゃん、もうたっぷり泳いだ？ここの海の中、綺麗だろう。そうそう、ヨモギの葉をすりつけると水中メガネが曇らないんだぜ。知ってた？こんばんは、ボク君。今日も昼間暑かったね。うん、そうだね、お姉ちゃん。ところでさ、私、ヨウ君家に行った時、おどおどしてたかな。おどおど？なんとなく、ビクビクしてたかなってこと。え？どっちもなんだかよくわからないけど、どうしてそんなことを聞くの？いや、こういうことって自分ではよくわからないことだからさ。
や。今日うちのお姉ちゃんとどこ行ってきたのよ。あれ、もしかして焼き餅焼いてるの？なんで光が焼き餅焼かなきゃいけないのよ。ねえ、明日はどこへ。おじいちゃん。なんじゃ君か。今の時間はもう診療所にはいないの？うん、診療所は朝8時から夕方4時までやっとるんじゃ。でも誰かが桜川から戻ってくるときに診療所の中を通ると便利なので、扉は夕方の6時まで開けてあるんじゃよ。そうなんだ。あと日曜はお休みなんだけど、やはり桜川に行くときに便利なので扉は平日同様に開けてあるんじゃ。さあ、ボクくん、絵日記書いてお休みなさいしましょう。うん、おばちゃん、お休みなさい。